最近、ラッドウィンプスのモノマネもできるようになったんだよ。あれ、なんだっけ、俺が好きなる。君の名はのやつ。やっとめよー。ちょっと似てない？あ、今なんか話したかい。ルーラ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 ー。そうよの、届く君。ルーラ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 ーなな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 、なにを言えばいい、君のぜん。似てんだろう。あ、そんな俺、改札の名前、つなぐ手と手。もう、系統一緒じゃない？もうあの系統の声までいけるんだよ、ちょっと。なな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 、なー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 、改札の前つなぐ手と手、君が大人になったつなぐ手と手、こういう系な。でもそういうもんでしょう。山崎正義はちょっとわかんねえわ。ありたけの、いけるいけるいける、君の声を届けてほしい。お、いけるな。意外と いけるんだよ。俺の中で全部カテゴリーが一緒。声優が一緒なんじゃないかって疑惑が。地味に似てるのがいいじゃん。だそんなさ、プロのさ、アーティストのモノマネなんかできねえだろう。ちょっと、あ、わかる。言いたいことわかるわっていうぐらいでいいんだって。言いたいことわかるわって。平井堅もいけそう。おー、おー、ダメだ、全然いや。おい、加藤純一が唯一できないモノマネができたわ。俺、平井堅できないわ。びっくりした、俺も。マジでびっくりした。初めての挫折だわ、モノマネ界。モノマネ芸人を志して今ここまで頑張ってきたけど、どんなモノマネも1割に似せることができるっていうのが俺の特徴だったんだけど、初めて負けた。平井堅難しいな、やっぱり。いいんだよ、別にそんなさ、だ披露するわけじゃねえんだから。そう。で、わかるじゃん、俺、だから好きなんだって、会話とかも。会話とかもいけるじゃん。遊戯てってれれーてれてーてれてってれれーだった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 らだらだらだった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 ら、俺のターン、ドロー、オベリスクの三神導入を墓地にあだこうだ、木馬来い今だ、お兄ちゃんやめてくれよ、遊戯、俺のターン、ドロー。なんかちょっとわかんない。これ、すごい、わかるでしょ。俺はっきり言って会話のモノマネだったらマジニコ生ナンバーワンだと自信がある、あるわ。好きなんだよ俺。遊戯。今のもちなみにちょっとテンションがちょっと怒鳴らない時の会話もできる。遊戯。遊戯。うまいだろ。怒鳴らない時の会話もできる。戦闘中熱くなっちゃう会話は、遊戯じゃん。ただ、学校で会った、会話コーポレーションで会った時は、遊戯。ちゃんと使い分けなきゃいけないから。遊戯。すげえだろ。会話の声がわかんねえよ。だから俺みたいな声だから安心しろ。あ、三井とかもやってた。あっ、先生なんかちょっと、あっ、先生。これ、ちなみに俺高校時代めっちゃやってたわ。うまいだろ。俺、花道もできるから。うっさー、これ、ちょっと似てる。これ、うわー、花道と、俺多分ね、花道と寺蔵は声優一緒だと思うんだよ。うにゃーって言うじゃん。花道、寺蔵、桜木花道、トランクス、実況者の寺蔵、あとニャンチュの声優は多分一緒だと思う。俺の中で。一緒だと思うよ。
誰が声優してるかちょっとわかんないけど。いやでも俺まっちゃんのモノマネ好きじゃねえんだよ。なんか王道やるから、アムロとかさ、福山雅治とかやるからあんま好きじゃないの。もっとなんかさ、だからあいつの鹿丸は好き、ナルトってやつは俺は一人でケタケタ笑ってたわ。全国民に受けてなかったけど俺だけには受けてた。あとアラジンの声まで、アブーに手こきされるアラジンっていう、おいアブーそこはダメだみたいなモノマネがあるんだけど、それは俺は唯一認めてるわ。アブーに手こきされるアラジンっていうね、やってたんだよ昔。マサクが届いたわ。マサクが届いた、みんなにお披露目するな。じゃあちょっと音声だけな、動画本体はよ、べっくりチンポ出てるからちょっと見せれないけど、音声だけちょっと。あ、ちょっとタイトルは、待ってな。アブーにチンポをいたずらされた時のアラジンの反応。おい、アブー俺のそれに触るんじゃない、おい、アブー、こんだけって。で、動画はさ、あの布団ちゃんの足の方からチンポが映されてて、そのチンポを割り箸で掴んでるっていう。ただそれだけ。おい、アブー俺と布団ちゃん、アラジンのモノマネ好きだからな。あ、もうやめませんか、そういうことって書いてこ。おい、ちょっと俺がさ、上のパート歌えるやつなんだっけな。なあ、俺が上のパート歌えるやつ。君に夢中なことに訳なんてないのに、この胸は絡むことはない、いつの間にか瞳奪われて恥、また離さない、揺るがない、 Crazy for you、 君が好きだった全然違う。ちょっと待って、あの見本聞きます。俺できたのに、前はできてたことができない。まわわ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 、眩しい光を背に走り出す街の中。俺裏のパート行くから、俺裏な、お前ら思ってたのもは、君に夢中なことに訳なんてないのに。よし、行くわ。君が好きだった叫びたいこんな感じじゃないんだっけ。おい、ちょっと待って、君が好きだと叫びたいだよし、行くぞ。ちょっと待って、物にした、一回で物にした。君が好きだと叫びたい、これだわ。君が好きだと叫びたい選手権、今からやろうぜ。合ってんだろみどりさんがいきなり LINE 来たわ。足の裏にほくろできたけど、調べたらガンとかあったんだね。ガンなんか、それガンですよ、にしよう。